さんどうもこんにちは。小学生までは体力があったうぷ主のミーです。無力があれば何でもできる。前世は暗黒破壊神。今日も今日とて世界を絶望の色に染め上げるユートです。長い。最近だんだん暑くなってきてアイスをよく食べるマリサだぜ。ということで今回は究極ボケ神ユートとマリサで。姉ちゃんが究極ボケ神だろ。マリオメーカーを楽しく実況していきます。お前ら二人ともビッシバッシやっていくから覚悟しろよ。お手柔らかにお願いします。ソフトにね、ソフトに。それじゃあ早速やっていこうぜ。信じられないすげえ最高マリオか。一つも合ってねえぞ。最高マリオ一体どんなマリオなんだ。お前も間違ってるわ。おう、ここはポセイドンの宮殿か。一般的な水中コースだ。中間を取るとすごい安心するよね。姉ちゃんそれは中間の旗じゃなくて、ポセイドンの城の旗だよ。へいへい。お前もなかなかひでえな。マリオ。めんどくさそうだから向こうから行くわ。左端にいるな、奴が。まったく奴も暇だよね。悪口。聞こえてるぞ。なんだと、もしやじ僕耳。普通に聞こえるわ。マリオーよく来たなぁ。なんで今日はそんな喋り方なの。あ、わかった。イメチェンでしょ。違うわい。水中だからこうなんだよ。でもマリオさんは水中でも関係なく普通に喋ってるよ。え、誰でも普通に喋れるよ。ね、ビッシュゴーン。うん、喋れる。おいなんでクッパだけなんだよ。こういうのは雰囲気が大事なんだ。意外とロマンチストなんだな。そんな雰囲気とか気にするよりも。自分があと何ファイアでやられるか気にした方がいいよ。わあ、そうだったー。あれ、なんで水中なのに俺様も火の玉を吐けるんだ。その方がゲームが面白いからだよ。お前相変わらずめたいな。それそれー。優雅に下に参ります。本当にゆっくり降りていったな。どこに行ったんだろうね。深海を見に行ったんだよ。ダイオウグソクムシ。ダイオウグソクムシに会ったんだろうね。とんでもねえ速さで深海まで行ってきたな。あ、クッパって泳げないんだった。自分の体重で降りてったのか。クッパ様にとんくらいあるらしいからね。こうしてマリオはポセイドンの城を制覇したのだった。次はどこの城だ。君は、親友を裏切れるか。ウプ主なら何の問題もないな。だって元から友達がいない。場外ホームランだな。ユウト、今までありがとう。親友、誰だろう。ヨッシーだろう。最近、ああ、自分ってマリオ下手だなーって改めて思ったよね。自覚することはいいことだよ。お前クッパ並みの速さで戻ってきたな。どこで裏切ればいいんだろう。裏切る気満々。その前にやられたけどな。俺たちを踏み台にするなー。ああ、ごめんごめん。と言いつつ踏み潰されるのこの子。まさか僕も。君は不死身なんだしいいじゃない。そうだね、踏んでくれてありがとう。おいここにド変態がいるぞ。適当に音符ブロック叩いてみようか。さっき言ったヨッシーはどこ行ったんだろうね。ここだでっていう。もしやこいつを裏切るんじゃ。マリオ信じてるよ。僕信じてるからね。マリオ。僕も一緒さ。なんて素晴らしい友情。それなら最初から飛ばなきゃいいのに。うん、私もそう思った。とうとうクッパ様は秘密道具を使えるようになったみたいです。どこでもドアいいなぁ。ガッハッハッハ、マリオ待っていろよ。え、動けるの？もちろんだー。あいつどうやってバネすり抜けたんだ。まさかこっち側に来たりして。来たー。どうだ、すげえだろ。青いタヌキから取ってきた変なドアを使ったんだ。泥棒ー。僕のクラウン取られたー。こいつ取ってばっかじゃねえか。ガッハッハ、ゴールはさせんぞ。ああ、出された。これは時間切れだね。くぅ、クッパね。今度はクッパがクラウンに乗らなきゃいいけど。このコースは運だな。うん、なんちゃって、ガッハッハッハ。マリオナイスだぜ。なんでヨッシーは消えねえのに俺様は消えるんだー。くっそ寒いことを言ったからだよ。当たり前でって言うな。マリオはドッスンの頭なら走ることができる。普通ならドッスンの上でも走れないはずだけどね。あ、スターで駆け抜けるコースか。わあ、マリオ、やめろ。マリオさんがどこにいるのか全くわかりませんが、ドッスンがまるで芸術のように崩れ落ちていくのは綺麗ですね。なんだこの解説。また一つ特技を身につけてしまった。あれ、これ抜けない感じじゃない？お次はこちらのコース。早いなーって魔力消費のこと。絶対違う。あ、ご飯を食べるのが。それも違う。じゃあ何が早いのかな。これだよ。何うよよよって。深海に行きたいってことだよ。絶対違うだろ。こうしてクッパは深海に潜っていきました。お次はアリの課長が大変なことになるコースです。え、課長まで深海に潜るの？んなわけねえだろ。深海に潜ることか。課長大丈夫かよ。ちょっと課長こんなにグワングワン揺れて大丈夫なの？大丈夫みたいです。やったぜなんて返事聞いたことねえよ。この甲羅って実際に乗ったらどれくらいの速度と衝撃なんだろうね。まあ、課長の首がこうなるくらいの衝撃だよ。一瞬でも乗りたいなんて思っていた僕が間違っていたよ。
しかもこれ安全レバーとか一切ねえからな。課長が必死にやめろって目でこっちを見ているよ。至るところに体をぶつけまくってるからな。頑張って、もうすぐゴールだよ。ちょっとなんでもうすぐゴールってわかるの？そりゃもちろん勘に決まってるじゃないか。課長、多分ゴールまだですわ。姉ちゃんが適当なこと言うから悲しみもやったぜ出ちゃったよ。あはは、でもきっとゴールできますから。なんかさっきから同じところを行ったり来たりしている気がするんだが。いやいやいや、そんなことは絶対にないよ。多分。確証ねえのかよ。ほら、ちょこっとだけ進んだよ。今すぐゴールしたいって気持ちが伝わってきたよ。お、なんかこれでラストっぽいぞ。課長、お疲れ様でした。捻挫と打撲のオンパレードだったね。なんかこっちまで体痛くなってきた。クリアしましたよ、クリアしましたよ、ディナー前に帰れるかも。家に帰る前に病院だな。続いてのコースは視聴者さん制作のコースです。生き残る者はいないってよ。よっしゃ、私が生き残ってやろう。初の挑戦系のコースだぜ。スター走りは得意中の得意なのさ。8000ポイント。クッパ様最高の出落ちありがとうございました。あー、マリオさんも落ちちゃう。まさに生き残る者は誰もいないぜ。お次はドラえもんのオープニング演奏コース。最近ドラえもんって聞いたら嫌でもあいつが真っ先に思い浮かぶんだよな。これはジャイアンリサイタルかな。歌が入ってなくて本当に良かったよ。あいつが歌えば色々ぶっ壊れるだろ。ジャイゴリはクッパ様が間違って突き飛ばしちゃいました。自分の仲間だろうが。いつから仲間になったんだよ。夢を叶えてドラえもんじゃなくて静かにしろジャイアンって曲に変わりました。それただの文句じゃねえか。お次はドッスンが焦ってパニクるコースです。ドッスンがパニクる。あの落ち着いてる石が。やばいやばい、宿題やってない。落ち着いて宿題やってこい。ちなみに内容は。それがさ、わからないよ。ナイスだマリオ。姉ちゃんも課題は早めにね。おう、わかってる。本日ラストのコースだぜ。マグマに落ちた敵は判定がない。確実に当たっているのにってこと。うわぁ、がっつり当たってるのに判定がねえ。おう、もうお前は死んでいるって判定で当たらないのかもね。くそ、手落ちなんてもんじゃねえ。クッパに触るときはマグマに落としてからだね。やめろー。クッパ今度会うときはまたマグマに入っててね。俺様沈むだけじゃねえか。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録はお済みですか？ PC でご覧の方は上の登録ボタンを、スマートフォン、タブレットでご覧の方は右の画像に出ているように登録ボタンを押してください。この機会にぜひともよろしくお願いします。